なんかすごそうな部屋ね。どうやらここが演算室で間違いなさそうだね。おや、君たちは。見かけない顔だけど、演算室に何か用かい？私はここの技術主任のトランスというものだ。はじめまして、遊撃士協会の者です。実はラッセル博士の頼みで調べ物に来たんだけど。ラッセル博士の、また面倒事じゃないだろうね。またって本当博士信用ないのね。いや、その博士が天才なのは認めるよ。この演算機カペルだって博士が開発したものだしね。でもね、あの人が絡むといつもトラブルが絶えなくてさ。ティータ君は一生懸命で本当にいい子なんだけどね。気持ちはわかるけどね。でも今回はそんなに手間を取らせないと思うわよ。中央工房で保管している備品の場所を探したいんです。あ、そういう話か。その程度だったらすぐに調べられると思うよ。それじゃあせっかくだから検索の仕方を教えておこうか。この円筒の装置が動力演算機カペルだ。今では動力演算機は飛行船の航行制御なんかにも使われるようになったけど、このカペルは現時点で世界最高の情報処理速度と高度な汎用性を備えている。構造物の強度計算から情報検索まで何でもござるさ。で、情報検索のやり方だけど、まずこの正面のパネルで情報検索モードに切り替える。すると動力信号が配線を通って記憶オーブメントにアクセスする。記憶オーブメントには光情報を管理するクォーツが大量に仕込まれているからね。知りたい情報があったら簡単に引き出せるって寸法さ。あと、ここまではいいかい？ここまでというよりも、最初から最後までさっぱり意味不明なんですけど。まあ詳しい仕組みはいいか。モードを切り替えておくから実際にパネルに触ってごらん。すぐにやり方がわかるはずさ。
どうやら探し物は見つかったようだね。うわー、魔法の箱みたいね。動力演算機。基本概念を提示したのはラッセル博士の先生であるエプスタイン博士らしいけどね。ただそれをここまで形にしたラッセル博士もまた天才だよ。あれでもう少し落ち着きがあればいいんだけど。エイドスは二物を与えずですね。ところで内燃機関を管理してるグスタフ整備長って人だけど、その人ってどこにいるの？整備長は飛行場の責任者だからそっちに行けば会えると思うよ。それとガソリンの方だけど、オーブメント生産工場は中央工房の地下区画にあるんだ。そこにいるスタッフに頼んだら手に入るんじゃないかな。内燃機関のユニットは飛行場にいるグスタフ整備長、ガソリンは地下にあるオーブメント生産工場ですね。サンキュー、助かったわ。いやいや、何かあったらまたどうぞ。ガソリンか。確か保管庫の奥にいくつかタンクがあったな。ちょっと問い合わせてみるよ。こちらフェイ、ちょっと頼みがあるんだけど、カルバードさんのガソリン確か備蓄あったはずだよね。うんうん、タンクに入れて送ってくれる？持ち運びができるくらいのやつ。頼んだよ。ちょっと待ってて、すぐに送ってくれるってさ。送ってくれる？うわ！来た来た。ひょっとしてこれがガソリンなの？送ってくれるというのはこういうことだったんですか。大したもんだろ。このコンベアシステムはただ製品を運ぶだけじゃない。広大な地下工場を相互に結ぶ機能があるんだよ。へえ、便利なもんね。これもラッセル博士の発案でね。もともとは製品を運ぶだけの機能しかなかったんだけど、あのじい様が改造してからかなり使えるシステムになった。まあインフラ整えるまで死ぬほど苦労させられたけどね。あはは、やっぱりそう落ちるんだ。それじゃあこのタンク持って行かせてもらいます。はいはい。ああ、何に使うか知らないけど取り扱いには注意しないよね。ガソリンっていうのはとにかくよく燃えるからさ。
よう、飛行船をご利用かい？西回りの定期船ならちょうど出たところだが。ううん、飛行船に乗るわけじゃないわ。グスタフ整備長っていう人に頼みたいことがあるんだけど。なんだ、親父さんに言おうか。親父さんなら今ここにはいないけど。え、出かけてるの？ああ、ここ2、3日レイストン要塞に行っているんだ。なんか急に軍用警備艇のメンテナンスの依頼が入ってね。レイストン要塞っていうと、バレリア湖畔にある王国軍最大の軍事基地だよ。サイス地方の北側だね。それじゃあ簡単には戻ってこれなそうね。博士の用事どうしよう。何の用事か知らないけど、そろそろ戻ってくると思うぜ。さっき通信で連絡があったし。あれ、次の定期船がもう来たの？いや、噂をすればってやつさ。黄色の定期船、あれれ、そんな定期船あったっけ？いや、定期船じゃなさそうだね。ところどころ形状が違うし、作業用のアームもついている。あ、確かに。中央工房が所有している工房船、ライプニッツ号だ。定期船と同型なんだけど、いろいろな設備が追加してあってな。大型設備のメンテナンスや製品の運搬などに使われるのさ。へえ、空飛ぶ工房ってやつね。あ、それじゃあの船に整備長さんが乗っているんだ。そういうこと。早速話を聞いてきたらどうだ？それでは失礼します。うん、なんだ嬢ちゃんたちは。このライプニッツ号にはいろんな機材が山のように積まれてる。危ないから近寄らないこったな。実は人を探してて。グスタフ整備長という方がこちらの船にいらっしゃいませんか？なんだよ、俺に用なのか。あ、おじさんが整備長さんだったんだ。なんだ、ラッセル爺さんの用事かよ。しかし、内燃機関のユニットか。いいタイミングだったな。え？ちょっと待ってろよ。ひょっとして、この船に積んであったのかな？うん、そうみたいだね。ほれ、お前から気ぃつけな。おお、確かにずっしりくるわね。でも持てない重さじゃないかな。へえ、娘っ子のくせになかなか気合い入ってんじゃねえか。気に入ったぜ。そりゃどうも。しかし
それにしても面白い偶然もあったもんだぜ。軍から返してもらった直後にじいさんが持っていくとはな。え？軍からというと？いやな、そのサンプルしばらく王国軍に貸してたんだ。何かの研究に使うとかでな。で、今日になってやっと返してきやがったわけさ。へえ、確かに面白い偶然ね。どうしたの？いや、なんでもないよ。目的の品も手に入ったし、そろそろ博士のところに戻ろうか。うん、わかった。整備長さん、サンキュー。ああ、じいさんによろしくな。それにしても面白い偶然もあったもんだぜ。軍から返してもらった内燃機関、普段は倉庫に。頼まれていたものを持ってきました。おお、戻ってきたか。お疲れ様です。はあ、さすがにちょっと重かったかも。うん、ご苦労じゃったの。こちらもちょうど改造が終わったところでな。あとは内燃機関を取り付けてガソリンを入れるだけじゃ。ティータ、早速仕上げに入るぞ。はーい。よし、完成じゃ。うわー、ずいぶんとごついものがくっついたわね。これが内燃機関のエンジンなの？ガソリンを燃焼させて、その力で工作機械を動かすんです。これで動力に頼らずに工作機械を動かせますね。うん、それでは早速スイッチを入れてみるか。ポチッとな。うわ、すごい音。オーバルエンジンと比べるとかなりの音と振動ですね。それが難点の一つでな。だが予想通り黒の動力機が発動する恐れはなさそうじゃ。ではこのまま解体を始めるぞ。すごい火花だね。よし、ひとまず止めるぞ。どのくらいフレームが削れたのか確認してみよう。たったこれだけ？信じられない。特殊合金製の丸ノコなの？とんでもない材質ですね。しかし根気よく続ければなんとか切断できそうじゃな。まあ丸ノコを何枚も交換する必要はありそうじゃが。こうなったら我慢比べってわけね。
博士、ちょっといいですか。おお、無事改造は終わりましたか。当たり前じゃ、わしを誰だと思っておる。で、なんじゃ、何か面倒でも起こったか。先ほどエルモの旅館から博士宛に伝言がありましてね、温泉を汲み上げる動力ポンプが故障してしまったらしいんですよ。このままだと営業できないから博士に直しに来てほしいと。かあ、なんじゃと。この忙しい時に面倒な。なんだったら代わりの技師でも送りましょうか。いや、40年以上前のポンコツじゃ。最近の機械しか知らん若い連中の手には余るじゃろ。困ったことになったな。あの、おじいちゃん、私が代わりに修理しに行っちゃダメかな。なぬ？ティータ君、前に連れて行ってもらった時整備のお手伝いをしたよね。だから大丈夫だと思うの。確かにお前なら任せても良さそうじゃが、別の意味で心配じゃの。そうですね、街道には魔獣も出ますし。でもでも、魔王ばあちゃんが困っているの放っておけないよ。そういうことなら私たちに任せてくれない？街道での安全の確保は遊撃士の義務ですから。責任を持ってティータさんの送り迎えをさせてもらいます。おお、君たちが一緒だったら何の心配もいらないな。せっかくだからお願いするか。あのほーら、子供が遠慮しないの。よかったら一緒に行こうよ。ありがとう、エステルさん、ヨシュアさん。おじいちゃん、工房長さん。それじゃあ、行ってきます。お、よろしく頼むぞ。気をつけて行ってくるんだよ。君たち、ティータ君をよろしく頼むよ。ティータ君、それじゃあ気をつけて行ってくるんだよ。すまんが、エルモのポンプ修理の件は任せるぞ。現地まで行ってくれれば、あとはティータがどうにかするじゃろう。では、よろしく頼むぞ。
っと楽しみだな。確か温泉地だったよね。はい、とってもいいところですよ。私もおじいちゃんに何度か連れて行ってもらいました。それじゃあ早速エルモンに出発しようか。南口から出ればいいんだよね。はい、平原道を南に向かって道沿いに進んでいけば到着です。オッケー、それじゃ。あら、二人とも。聞いたわよ、エルモに行くことになったそうね。あ、そっか、ヘイゼルさんが連絡してくれたんだっけ。ええ、そうよ。こちらも事情は了解したわ。この仕事内容なら博士のサポートと言えるわね。エルモまではさして遠くないけど、くれぐれも気を抜かずにね。うん、任せてよ。それじゃ、行ってくるね。では失礼します。